白いな、これ。お前が言ってた通り、この映画、面白いな。ん？こっち見てねえで。テレビ見ろよ、テレビ。なんだよ。まだこっち見てたのか？さっきからお前、変だぞ。なんかあったのか？なんでもない。あっそ。なんだよ。あ？あ？な。なるほどな。ずーっと、いつちょっかい出すか。伺ってたんだろ？で、私のことを押し倒して、こっから先は？どうすんだよ。確かに私たち先進んでねえもんな。ほら、次は何してくれんだ？お前がリードしてくれんだろ？じゃあ、してくれよ。こっから先。いいキスだな。でも、そんなもんか。これでもう終わりなのか。部屋は薄暗いけど、お前が顔真っ赤なのは想像できる。んで？本当にもうこれで終わりなのか？ん？こっから先はまだできない。なんで？あんまり経験がないから、する勇気がない。ねえ。そっか。じゃあ、ここまでがお前のターンってわけか。お前はそれでいいんだな？わかった。じゃあ。
どうしたんだよ、そんなにびっくりして。あ、そっか。急に立場が逆転してるから。びっくりしてんのか。私がこんなことしないと思ったか？するよ。好きな男と一緒にいるんだ。したくなるに決まってんだろ。その顔かわいいな。お前がギブアップしたから、こっから先は私が手取り足取り教えてやるよ。どけた顔してんじゃねえよ。まだまだこんなもんじゃねえんだけど。次どこにキスしてほしい？なんだよ、お前と私しかいねえんだぞ。そんな恥ずかしがることじゃねえよ。そういえばお前、この辺弱そうだもんな。変な声出すなよ。じゃあ次は耳な。体がビクッとなった。そんなに気持ちよかったか？やっぱりお前は耳が弱いんだな。じゃあもう片方も。あ？今のは左耳だろ？右耳も欲しそうにしてたから。次はこっち。いいな、お前のその顔。この景色、写真に撮って、もっと着たいぐらいだ。次は、
んだよ。もうこうさんか？ただシャツのボタン外しただけだろ。お前もしかして敏感か？まあそういうとこも可愛いけど。まだまだこれからだろ。もっと私を楽しませてくれよ。次はこの辺だな。うるさい。お前ちょっと黙ってろ。お前この辺も弱そうだな。鎖骨。痛かったか？ああ、つけちゃった。キスマ。お前肌白いから、よーく映えるな。いい感じに。入ったと思うぞ。今日のところはこれぐらいで勘弁してやるよ。でも半端な気持ちで手出そうとしたらこんなもんじゃ済まさねえぞ。わかったな。